にちは。今シーズンより根の葉山口 FC の監督に就任いたします渡辺進です。どうぞよろしくお願いいたします。私自身久しぶりに緑の芝生の上に戻ってこれて非常に嬉しく思っています。とはいえちょっと右側を見ると今日の宮沢、真っ白なので、なかなか緑が見えなくて残念なんですけど、まあ昨日今日にかけて山口県に降ってきた雪というものは、我々にとって今年もたらしてくれる白星だというふうに思っています。選手たちとともに、その白星勝利を全力で掴み取りに行きます。ぜひ皆様にも、ご協力そしてご声援をよろしくお願いいたします。まずなぜ私が、この根の葉山口 FC を選んだということに関して言わせていただきますと、このクラブには明確なビジョンがあるということで、その明確なビジョンに基づくピッチで表現されるプレーそのものがあるということ、そこに私は強く惹かれました。実際、とあるタイミングで、川村社長から連絡をいただき、GM を合わせて私含めて3名で、お会いする機会を作っていただきました。でその中で、社長それから GM から、クラブの示す方向性あるいは、それに基づくビジョン、そして何より、クラブの、熱い情熱というものを私自身非常に強く感じました。でそれに私自身がまず心を動かされたので、このオファーを引き受けないわけにはいかないだろうというふうに、強く背中を押されました。それが私が今回オファーを受けた最大の理由です。レノマのゲームは、ほぼほぼ全試合遡っても見させてもらいました。もちろんおっしゃったように失点が多いというのも認識していますし、その原因が何であるかというのも現時点で私なりに分析はしています。おそらく守備における原理原則というものをしっかりと取り戻すことができれば、これほどの失点というものはなくなるだろうというふうに考えています。なので個人であったりグループであったりというところの本当にベーシックの部分、まずはどのようなポジションを取るのか、そしてそこからどうやってボールを奪いに行くのか、あるいは最後はもう理屈抜きでどれぐらい体を張れるかといったところは、日々のトレーニングからもう数多く学ぶことができますから、そういったところのアプローチは絶対的に必要だろうなというふうに思います。まずそれをしっかりとやり抜くことで、昨シーズンの失点は減らせますし、昨シーズンの失点を10-20減らしただけではね、それでもなかなか上にはいけないので、もっと減らすというふうになれば、じゃあチームとしてどうやって守りましょうかというところは当然必要になってきますので、そのあたりは徹底的にキャンプも含めてチームに落とし込んでいきたいと。そもそもレノファというクラブはどういう哲学のもとにどのようなプレーモデルをしているかというものが明確にあると思っています。それは、これも先ほど GM が申し上げましたが、まずは、アグレッシブに、ボールを奪いに行くだとか、攻撃で主導権握りましょうよとか、そういったものがレノファには脈々と受け継がれているそのプレービジョン、プレーモデルだというふうに私は認識しています。それを大きく変えることはありませんし、私自身それがあるからこそ、このクラブを選んだというのもあります。なので、攻守においてアグレッシブにいく、なるべくボールは、相手陣地で取りたい、なるべく自分たちが攻撃で主導権を握る、理想を言えば90分間相手のハーフコートでゲームを進めたい、それが私自身が持っている究極の理想です。それは、このチームでもしっかりと表現できるようにやっていきたいと。ただサッカーって相手があるスポーツなので、必ずしもそれがやれる時間がたくさんあるかどうか、あるいはゲームによっては逆に押し込まれる時間があることもたくさんあると思います。でもそれをどう乗り越えていくかということがおそらく今、レノファが抱えている問題の一つでもあると思いますので、そこはしっかりとしのぎきるところはしのぎきる、それでも自分たちの理想をしっかりと追い求める、そういった中でより多くの勝利をつかむということが、私が求めているサッカーですし、もしかしたらサポーターも含めて皆さんが求めているサッカーというものがそういうことになってくるだろうなと思います。それができればおっしゃったようにサポーターが苦しむ姿というのも、減ってくるんじゃないかなというふうに感じています。でもう一つ、今シーズンの目標なんですけれども、2年かけて J1 昇格をつかめております。今シーズンそれから来シーズン、この2年間でしっかりと我々が J1 昇格という切符をつかみ取る、それが我々の最大の目標であるというふうに私は認識をしています。じゃあそのために今シーズンは何を目指しますかというところになるんですけれども、
まずは我々のその本気度を示したい、可能性を皆さんに感じ取ってもらいたい、そのような1年にしたいと思います。当然2年かけて昇格を目指すのであれば、今シーズン残留争いしているようではその可能性だったり本気度というものは皆さん感じることはできないと思うので、そのあたりは、しかるべき順位というものも当然必要になってくると思います。でそこに関しては、まあ、目標の、勝ち点であったり順位というものは私の頭の中にあるんですけれども、すいません、これまず選手に伝えさせてください。12日が始動日で、そのミーティングでまず選手に伝えて、それから皆さん含めて、まあ、サポーターの方あるいはスポンサーの皆様にお伝えできればと思いますので、今日のところは、そこは勘弁してください。そうですね、甲府の時の再開というのはもう20年以上前なので、すいません、よく当時のことは正直あまり覚えてないです。人間ってこう都合よくて忘れやすい生き物なので、まあ良くない過去を忘れてね、未来あるものに、目がけて進んでいきたいというふうに私自身は思っています。ただやっぱり経験値とか経験則というのは大事なので、まあ甲府時代のというよりは、まあ仙台時代も苦しい思いもたくさんしましたし、J1 降格というものも味わいましたから、まあそういったものから経験から話をさせていただくと、まあまずは卑屈になるなということですね。危機感は大いに抱かなければいけない、それは我々自身がまずそうですし、これぐらいで大丈夫でしょうと思っていたり、今回いろいろな補強があったり監督が変わったりして、このままいけば大丈夫でしょうなんて思っていたら、こんな甘いものではないです。それは私自身も十分認識していますし、強烈な危機感というものは選手にも植え付けたいと思います。ただそこにおいて悲壮感を持つ必要はない、哀れに思うことはないので、強い自信を持ちながら危機感というものをしっかりと健全なエネルギーに変えていくことが一番大事かなと思います。おそらく始動日はだいぶ早い部類に入ると思います。それはもう何より、選手も多く変わりますし、監督も新しくなるということで、より多くの時間を取って、選手には、私のイメージだったりコンセプト、あるいはそのチームモデルというものをしっかりと落とし込んでいきたいという理由があります。その中でまずより多くのトレーニングを積む中で、開幕からしっかりとより良い状態で、スタートダッシュをかけれれば、嬉しいと思いますし、なるべくそのような形にしていきたいと思います。ただこのコロナ禍なのでね、本当にこの先またどうなるか分かりません。正直また、J リーグ全体が止まることも考えられますし、そうなった時にはやはりもうしっかりとまずは選手あるいはそこに関わる人々の身の安全というものをしっかり確保する中で、我々がその時何ができるのかというものを考えていきたいと思います。そういうことを考えると、毎日サッカーをやれることが実は当たり前ではないというところをしっかりと選手一人一人もあるいは私自身も忘れずにいきたいと思いますし、私自身2011年にね、東日本大震災を現地で味わって、本当に日常が当たり前でないということを心の底から感じました。でそれが今私自身の中でもサッカーに取り組む大きなエネルギーになっているので、やはり当時の思いというものを忘れたくないですし、昨年本当に多くの方が苦しんだ思いというものも忘れたくないですし、その時その時にしっかりと自分が取れる行動というものを取りながら、それがシーズンというものにつながっていけばというふうに思っています。何かこう食事とかね出れればいいんですけども、やっぱこの状況なので、なかなか出れませんけれども、でもすごくこうのどかで道が広いなって思いました。でもこれからたくさんこういろいろ回ってね、山口のいいところっていうものを私自身で発見していきたいと思いますし、むしろ皆さんに教えていただければなと思います。でやはり歴史を振り返れば、やはり長州藩から始まって、やはりこう日本全国にあるいは世界にその名を轟かせた地だと思います。で、このクラブの、哲学とか、ビジョンに惹かれたって私話をしましたけれども、それをこう一言で表すとすれば人づくりだと思うんですね。やはりこのクラブはまず人づくりあるいは選手育てというものを考えてサッカーというものを捉えていると。でそのをやった先に今度こそみんなで J1 昇格しようぜっていうところを持っているというふうに私は強く感じました。
それはもうおそらくこの長州藩という昔からの歴史の中で築き上げてきたものの本当にこう根っこにあるものの表れだと思うので、そういったものをやはり全面的に押し出していきたいと思いますし、そういうものを通して江ノ川山口 FC というものがサッカーを通してまずは日本全国にその名を轟かせたいですし、ゆくゆくはアジアや世界に出ていって江ノ川山口 FC という名前を世に知らしめていきたいなというふうに思います。まあ、やはりサポーターが望んでいるのは勝利だと思います。それがまずこのミラスタでより多くの勝利を届けるということが我々の責任になってくると思いますし、そのために我々自身毎日日々過酷なトレーニングを積んでいきたいと思いますので、やはり一番は勝利というものを届けたい。ただこれは何度も言いますように、やっぱりサッカーって相手があるスポーツなので思い通りにいかないこともたくさんあります。でもその時に一つだけ必ず約束できるのは、勝利を追い求めて決して諦めることなく90分間走り続けるということを約束したい。それは私自身も、まあ、選手には強く要求していきますし、途中で投げ出すようなことがあってやはり あってはならないと思うので、そのような姿というものの中から何かこう感じ取ってくれるものがあればいいなというふうに思っています。でそれをこう表現できるサッカーというものが、おそらくレノファがずっとやってきているプレーモデルになると思いますので、先ほども申し上げたように、じゃあボールってより高い位置から取り行こうぜとか、なるべく自分たちの攻撃の時間を増やして攻撃で主導権握ろうぜとか、そういったところになってくると思うので、そのようなこうレノファの今まで培ってきたプレーモデルっていうものは踏襲しつつ、もちろん冒頭申し上げたように、じゃあ失点減らすための作業っていうものを当然やっていくことが勝利をまあ掴み取るために大事な要素だと思いますので、そういったものも同時に合わせて取り組んでいく中でプレーで表現していきたいなというふうに思います。まあいつも色紙とかにも書くんですけど、一樹百画っていう言葉が私自身のまあもっと座右の銘です。もうそれは何かというと人育てですから、ね、人作り。やはり私はサッカーを通して、より多くの人間を育てていきたいというふうに、指導者を始めてからずっと思っていました。それは幼稚園児と関わろうが、ユースの高校生と関わろうが、プロの選手と関わろうが、そこはずっと変わらず、その思いを持っています。やはりサッカーっていうスポーツはピッチの中でもそうですし、その外でもそうですし、より多くのことを学べるんです。人生に必要なことを。でそれを私はサッカーを通してより多くの人たちに伝えていきたいというふうに思ってきていたので、まあだからこそこのレノファ山口を選んだっていうのもあるんですけど、そういう思いでこれからも指導者人生を歩んでいきたいですし、サッカーと関わっていきたいというふうに思います。やはりこうそのサッカーを通して、あるいはレノファを通して、より、まあ、素晴らしい人間というか、地域から愛されるような、まあ、人材が育っていくことが何よりもそのサッカー文化を根付かせる一番の近道なのかなというふうに思います。もちろんその先に、サッカー専用のスタジアムができたり、レノファのアカデミーがものすごく充実して強くなったり、もちろんレノファのトップチームが J1 に定着してタイトルを取ったり、そういうことが、必要になってくるのももちろんあるんですけれども、やはり勝負事って何が起きるかわからないです。だから勝った負けただけで、クラブがじゃあ根付くとか文化として定着するかというと、やっぱりそんなことはないと思うので、やはり100年、その先200年そういうものを考えると、今このレノファが掲げているビジョンというものは素晴らしいです。それに基づいて、レノファから、素晴らしい人材が育っていくことで、周りの人々が、その選手たちを応援する、あるいは一緒になって、戦おうとする、いろんな輪になって巻き込んでいく、そういうようなこう機運とか流れが生まれてくると、この山口といううちに、本物のフットボールというものが根付くと思いますし、その先頭をレノファ山口 FC が走るというような形になっていくことが望ましいのかなというふうに考えています。このスタジアムで実際試合をしたことがないので、まあ、今日初めて訪れました。で、まあ、この白星に歓迎されたので、いい、知らせだなと思ってるんですけれども、まあ、まず何よりこのスタジアムでより多くの勝利をつかむこと、それをサポーターと一緒に分かち合うということが、
先ほど申し上げたように何よりも我々の使命だと思っていますので、そのような空間に、していきたいというふうに思います。でただまあ鶏か卵かになっちゃうんですけども、サポーターの方がよりこう多く盛り上げてくれるから選手が走れるのか、あるいは選手が躍動して勝ったからサポーターが盛り上がるのか、まあこれどっちもあると思うんですね。でも間違いなくサポーターの後押しってあるんです、選手にとって。でこれはぜひサポーターにも信じ切って、応援を続けてほしいと思います。まあこのコロナ禍で声を上げられない、あるいは人数の制限がある、いろんなことがあると思うんですけれども、間違いなく思いって届くんです。でそれはまあ私が19年いた、以前のチームで嫌というほど始めました。まあ、あんなに素晴らしいものがだからぜひ山口のサポーターもどうか最後まで諦めずに、まあ、声援は送れないんですけど念を送ってほしいと思います。間違いなく届きますので、それはぜひそういうようなこう空気に包まれると相手チームにとっても嫌なスタジアムになると思いますし、何よりここが俺たちの庭だっていうふうに選手も思って、まあ、意気揚々と躍動してくれると思います。その躍動があればおそらくまた皆さんの念も強くなって、その強く念がなれば選手もまた躍動していると、そういういい好循環、していただけるスタジアム